調子はどう？私もあの音は聞こえっぱなしで。わかる、悲鳴なら慣れてる。立ちそうな情報がある。愛するヤーレの皆さん、あなたはどうなるんですか？
何か情報は？沖合で解体された船を見かけたらそこを襲撃してみろ。兵士が資材の回収作業をしてる。言うまでもないが、そこには鉄くずが山ほど転がってる。コンピューターもあるかもな。革命に役立つんじゃないか。ありがとね。クララ、ヤーラ中で飲まれてるコーヒーの製造元を見つけた。その地域の農家は収穫物を渡さないと収容所送りにするって軍の連中に脅されてる。カスティロはその利益で儲けてるけど、人々は飢えていくばかり。それを止めるなら工場の動力源の石油を奪ってやって、工場もついでに奪ったっていいし。慎重に行こう。鍵か、もらっておこう。
話してちょうだい。今日軍に奇襲攻撃を仕掛けるんだ。あんたも一緒に戦ってよ。エルエステが生んだゲリラの強さを見せてやろう。ありがとう。ありがとう、ゲリラ。気にしないで。しないで。本気でかかってきな。犬がいる。できた。とっても芸術的。ロレントの作品だ。ゲリラはカニみたいなものだからな。硬い殻と鋭い爪が。カニはジャングルをもがきながら抜け、海で命を生む。俺たちはジャングルをもがきながら抜け、革命を生む。ああ、わかった。小道を登っていけ。どうってことない山道さ。ゲリラならアクロもヤギみたいに進まなきゃなら。ヤギってカニの話じゃなかったの？もしもし？ああ、くそ。まったく、最高の犬ね。でも67年の壁を見ると背筋が凍るわ。滝を過ぎるとレジェンドの秘密。今夜はずね。滝を過ぎるとレジェンドの秘密のキャンプに続く道があるっておばあちゃんが言ってた。レジェンド？何を見つけてきた？
あれがエルティグレの写真にあった滝ね。向かってみよう。賢いね。エルティグレ、滝の写真まで来た。血生臭い戦闘の後に撮った写真だ。この時は3日間俺たちが待ち伏せしてたところにやっとラックさん部隊が降りてきてな、隠れてた甲斐があったってもんだ。思えとけ、作戦と忍耐こそがゲリラの友だ。たくさんの手榴弾もね。あの日その滝は赤く染まってた。そう、俺たちが殺した兵士たちの血でな、たくさん死に多くの血が流れたんだ。ええ、だろうね。ほら、元気？いい子ね。さて、何を見つけてきた？いけるよ。こんなの聞いてない。ここから見たら平和なのに。動物は嫌いだね。何を見つけてきた？近づきすぎるとやばい。観光客用の有名なハイキングコースになったんだ。連中はキャンプを訪れ、ゴミを散らかし、俺たちの写真を撮っていく。動物園の動物みたいにな。だから俺たちがうっかりダイナマイトに火をつけて。しまったコースがあるかもな。必要なら通れるようにするまでよ。その通り。気に入った。
最高の意味ね。隠れるのにうってつけ。軍隊が来ても見つからなそう。空気が重いのに薄いってどういうこと？頭上に気をつけて。まったく最高の犬ね。ねえ、次の写真のとこに来た。わかった。ゲリラはサメみたいだって言うんでしょ。牙のように鋭いナイフを持つ恐ろしい捕食者だって。いや、その岩は単にサメに似てるだけだ。ぶら下がってるのは誰なの？ラッキーママだ。キャンプがいつ兵士に見つかるかわからないから、早く登る手段とそれ以上に早く降りる手段が必要だった。ラッキーはいつも率先してロープの強度を試してくれてた。勇敢ね。お前も勇敢なんだってな。クララから聞いたよ。実はな、俺も両親なしで育ったんだよ。にもかかわらずレジェンドになったんだ。ゲリラの多くは孤児だ。だが俺たちが何者かを決めるのは両親じゃない。自分が何をするかで決まるんだ。なんかセラピーみたい。エルティグレ、彫像まで来た。ああ、ローだ。革命家であり、戦士であり、良き友だった。67年にエスペランダに突入した際に戦死したんだ。昨日が奴の命日でな。道理で二日酔いなわけだ。毎年ラムを二本分けるんだ。一本は俺の、もう一本はロゴの。奴は自由なヤーラを知らない。まあ正直なところ俺もそうだがな。写真はこれで最後ね。よくやった。そこが世界のてっぺんだ。さあ降りてこい、ベビータイガー。お楽しみに飢えてるだろう。祝福に感謝します。姉たちと
今まで振られた相手全員に言われたし、今あんたにも言われた。じゃあ直したらどうだ。どうやって直せっていうわけ。知るか。けど意外の順番が来るから、あんたたち軍団大統領の邪魔をしないことをね。最高ね。エルティグレ、オラダニー。何なの。かかってな。死神に目をつけられたぞ。さあどうする。弾なら1000回は蹴られた。72年以後感覚など消え。二度としないで。おい、変な遠慮はいらないぞ、ベビータイガー。さあ家族に会うか。ラッキー、また鼻が折れちまった。私はあんたのママじゃないよ。本当に苦しんでる人がいるのに。私もだ。外だぞ、ママ。ヘルペスくらいで。こいつはロレンツォ・カンセコ、レジェンドの詩人だ。うん、戦士の血潮を感じる。そしてご存知、ラッキーママ、レジェンドの要だ。折れてないよ。そうか、確かにバギっていて、いつ。あんたも患者。うん、ラモラールみたいだね。リベルタードのダニーロハスよ。新たな革命の拳さ。いいえ、クララの使い、民衆の支持を得るためレジェンドの助けが必要なの。また戦えと。ヤーラにはカスティロがお似合いだ。遠慮する。悪いね、革命は一度で十分。クララの見込み違いね。信じろダニー、もっとお前を知ってもらうんだ。落ち着いたら俺のところに来い。いいな、ベビータイガー。クララ、レジェンドと会った。協力してくれるのはエルティグレだけよ。どんなことをしてもみんなを引き入れて、人々には信じられる英雄が必要なんだ。また英雄になる気があるかどうか。熟練者が欲しいのに。もういるだろ。足りないよ。怪我しても私を頼るんじゃないよ。何それ。だってあんた医者でしょ。そうさ。でもあんたはエルティグレの思いを利用してる。気に入らないね。犬はゲリラの親友ね。汗をかいて酒を向かないと。新入りね。頼みがあるんだ、ベビータイガのが。エルティグレの穴を折るのか。リベルタードに昔のゲリラ連中を引き込もうってんなら、ラッキーとロレンツォの協力は欠かせないし、その計画ももう練ってある。アントンがガンの治療薬に固執してビビロを作り始めてから、ラッキーのクリニックに医薬品がめっきり入らなくなったんだ。だからパイロットに賄賂を渡して運んでもらうことにした。物資が届いたらリベルタードからのプレゼントだってラッキーに言うんだ。そうすりゃみんなハッピー、仲間になれる。いい計画だろう。ラッキー、ゲリラの三原則を忘れるんじゃないぞ。立ち止まるな、油断するな、殺される前に殺せるぞ。元気ね。相当なんて絶対にお断り。エルティグレのあの目を見た。私らは嫌おうなく戦いに巻き込まれる。噛みついたりしないよ。息抜きでもしようかな。痛い目は見るかもだけどね。ドミノがテーブルを打つ音って気持ちいいね。
ない。何を見つけてきた？ディアディラ、無事に逃げたかな？ダニロの後を追ってみようか。うわ、でっかい口だな。戦おうともしないレジェンドが多すぎた。つけてきた。うわ、でっかい口だな。今やってるよ。今日できることを先延ばしするな。明日はすぐに昼寝になる。そしたら何もかもが手遅れだ。まあ昼寝でもしながら待ってて。賢いね。腹ペコなんだろ。よしよし、お前は最強のゲリラだ。
ヤーラで一番のペリカンは誰？そう、お前だよ。ここはダメね。他に離陸できる場所を探そう。気をつけていくよ。何を見つけてきた？
ポケットにこっそり鍵を入れるなんて気に入ってくれてるの？鳥に話しかけるなんてどうかしてるかも。